もこんにちは、ホステルと申します。プレイステーション4のバイオハザードビレッジゲームプレイデモ2回目の体験版が配信されたので遊んでいきましょうか。本日もよろしくお願いしますね。これは前回の設定がそのまま引き継がれてるのかな。少しね、エイムの感度が低かったような気がするから、ちょっと上げてみるわ今回は。で、本日配信されてるのはチャプターキャッスル、城ですね。はい、ではやってみましょうか。今日はスタンダードでやっていこうか。で、目標はこの体験版でできる範囲をクリアしたいといったところ。マナ娘ローズは城にいるかもしれない。イチルの希望を頼りにイーサンは村を見下ろす古城に足を踏み入れる。だがそこで待ち受けていたのは城の住人による恐るべき歓迎であったと。狂気の村から結局敵に追われ追われ逃げ込んだっていうよりも謎の石板をはめて突入したのが城だったよね。まあ製品版だったら少し違うかもしれないけど。どういう風にストーリーがつながっていくのか。で、武器はとりあえずハンドガン持ってるね。で、拾えるものは拾っていく。クリムゾングラス、トレジャーアイテム、アイテムスロットをトレジャーで確認できると。なるほど、換金アイテムね。武器が出てくるのかな今回。とりあえず部屋の中を探索するが何もなく、マップはどうよ。ドミトレスク城ね。開けていく。敵の気配はないが、単純高木キーピックか、どこかに落ちてるかな。これは開くんだ。ここ進行ルートか。バイオハザード7の時もさ、あんな感じの進行ルートあったよな。向こう側から施錠。ここ暖炉通っていくしかないね。敵出てくるかこれ。嫌な感じするんだけど、これ両脇に中、やはりやめていただきたい。環境生物か、ドブネズミみたいですね。ドブネズミすらも俺を脅かしにかかってくる。スクラップへ。これはクラフト素材。クラフト前回試してみてないね、まあ、そのあたりは必要があれば試していくとして、を開いていく。どうだエイムバンド。あ、ちょっと高えかな。エイムアシストがどのくらい効いてるかにかかってる。これはおいおいおい、動き出しそうな鎧が。こんにちは。あ、でエイム、あで、あ、閉じやがった。てめえ、タイルはない。マップを見る。アイテムがあるね。さ、ん？まずい。嫌な予感がする。今コントローラー浸透したわ。待て。なんか来てるか。ここ反対側から鍵のところでしょ。あ、ここはキーピックか。戻ることができるっていうことは、キーピックを手に入れた。あそこを開けることによって重要アイテムがあるかもしれないといったところ。こういうのは壊せるんだ。いいですね、バイオ4みたい。まあ、とりあえず家計にダメージを与えていくのがこの俺のプレイスタイルなんで。そして薬液を物色していく。ちなみにこのコントローラーで R 版が壊れてて、回復アイテムのクイック使用ができないんで回復がちょっと大変。これ止まってんのかな。だけどメニュー画面開いてるときって時間が、それだったらまだいいんだけど、これ謎解きか。ここでは使えない。一応使えそうなところでは試していけばいいね、重要アイテムは。心なき四天使に仮面を与えよ。謎解きばかりな、これ暗くね。仮面を与えよだから指はそもそも的外れか。こっち側、この部屋もアイテムないみたいだね。おお、また会いましたな。デューク、ここで何を。飽きないは場所を選びません。娘さんは見つかりましたかな。いや。もし娘さんがいらっしゃるとしたら、この城の主人の部屋が一番怪しいでしょうな。そうでしょう。ドミトレスクか。ねえ、いかにも。彼女の部屋へ行けば見つかるや。それはそうと、何かご入り用では。ショップ使えるんだ。バカと煙は高いところが好きって言うからね。だから、まあ、この辺りは一時停止して読んでいただきたい。これ時間過ぎてるかもしれないからな。ここでも使えなくて、
ここアンチかな、武器屋あるところは。まあごゆっくり見ていってください。武器屋かどうか知んねえけど。アイテムの購入、なるほど。アイテムスロット拡張や合成レシピをクラフトするときのなんていうかレシピも購入しないといけないんだね。5000持ってる。武器カスタマイズ、方法、威力、連射速度、装填速度、銃のカスタムも受けたまわりますよ。もちろん良心的な価格でね。まあ、とりあえず換気アイテムは売っちゃいましょう。この程度では。で、ショットガン持ってくか。ショットガン購入して。それに興味をお持ちになるのも当然です。フェザータッチっていうの面白そうだな。まあ、とりあえず使えるものは使おう。体験版なんでね、そのあたりは気軽に。使える要素は使って、少しでも多くの要素をね、なんとかこの体験版から絞り出していきたいといったところ。ハーブ、いいですね。回復薬を合成、これはハーブと薬液を合成するってこと？ミキシングしていく。これか。これで出てきたっていうことだよね、多分。はいはいはい、あるあるある。いや、暗いな、これ。で、バカと煙は高いところが好きって言うから、ドミトレスクっていうやつは多分これ上にいるね。家計ダメージ。あれ、ダメだわ。壊せない。調度品とか高く売れそうだよな。敵の影がないな。マジで暗いんだけど。エレベーターか。これは多分あエレベーターじゃねえな、単に格子が降りてるだけか。いや、嫌な雰囲気になってきたね、ボロっちい感じの。これは金で、あ、ここエレベーター、ん、自分の足音、自分の足音にびっくりしていくスタイルか。ちょっとビビり実況じゃない、こっち行けないね。向こう側から施錠を寄っちゃったらすまんね。俺ゲーム酔いしない人だから結構視点ブンブン動かすのよ。おっと、豪華な感じになってきた。豪華絢爛なメインホール。なるほど。あ、ロビーにアイテムあるけど。赤いところって未発見アイテムありだよね。結構製品版では見落とさないようにいかないといけないよね。そういえばバイオセブンの時も、なんというか薬飲んで、はっ、何今の、は、え、ビードから音聞こえたけど、なんかいいのか、は、え怖えんだけど、どうしよう。ダッとどこどこ逃げ出していこう。メインホールの探索をしたいよね。時間結構経ってるんですよ。これ時間どうやって見んの。スタートメニュー残り22分。さあ、どこまで行けるかといったところ、なんかある。ティーコップ、ちょっとやめて、口紅がついてるわ。よいしょ。おっと、火炎ダメージを与えるとショットガンの弾が出てくる。フローティーと戦闘ありそうだね。さらに上の階がある。ドミトレスクってやつの部屋どこだろう。一番最上階のような気もするけど、この先かな。ここっぽくね。とりあえず入ってみるか。いけない。ああ、いける、いける。なんて書いてある。ワインルーム。なるほど、高価なワインがあるかもな。しめしめ、あるのは薬液でした。ここでは使えない。この指輪使える場所あんのかな。樽壊せないんだ。瓶は壊せない。意外と壊せるオブジェクト少ねえな。こういうのって結構自由に壊せるゲームあるんだけどね。あんまり書物をまじまじと読んでいる時間はないんで。敵いねえよな。今回のパートってもしかして戦闘ない？ハンドガンの弾で下の階を見下ろすことができていき、ここだったら気持ち悪いな。これなんだ、これ。ここ開けられる。調べられるオブジェクトって意外と近づかないと丸ボタンが表示されないんだよね。前作からそうなんだけど。だからこそ精神刺激薬、
今作も多分出てきそうだよね、精神刺激薬って。作れない。アイテムの位置が分かりやすくなるためのアイテムなんだけど、それを決めることによって隠されたアイテム探しやすくなるっていう、まあ、実際隠されてないんだけど、隠されてるも当然だわ。このゲームに関しては相当近づかないと丸ボタンの表示が出ねえから、今はさっき笑い声聞こえたところの先に何かありそうだよね。この謎解きなんだっけ、早急ボケ。あ、ここでもアイテム使えるところだったね。どっち行けばいいんだろう。普通に考えてこっちか。こっちまだ行ってなかったよ。はぁ、しまったわ。どこ行けばいいんだ俺。なんかカサカサ戻ろうとするんだよなこれ。俺の部屋にジギでもいるんじゃねえのか。ジギやジギだけに。やべ、こんなことしてたらさ、時間足りたくなんべ。なんとかしてでも、ゴールまでは行きたいところなんだけど、迷ってる場合じゃねえ。とっとと行かねえと。これ電気供給しないといけないのかな。どこ行けばいいんだろう、電力供給。おっと、ここに落ちるか。戦闘がなくて、弾薬だけどんどん溜まっていくから、ここ、爆？開かねえよな。弾薬だけどんどん溜まっていくから、ちょっとは戦闘したいよな、体験版で。なんか至る所から環境音みたいな物音がしてるんだよね。なんか雨音みたいな音とかさ、それが恐怖を煽るわ。こいつなんか知ってるかな、はいはい、このデブちゃん。情報軍内部にいいからさ、BGM か。このどっかで使えるのかな、それとも仮面をかぶせろとかなんとかって言ってたけど、心なき4ページに仮面を与えようでしょ。あ、どっかにキープがあるのかな、それとも廊下で取ってね、アイテムあるよな。どこだ、開けのとこ閉じれるんだけど、それだったら1回調べたところが分かりづらくなるよね。まだアイテムあるんだけどな。どこだ、あ、これか。ガンパウダー、違うな。キーピックで開けられるところが気になる。非常に簡単な感じでしょ。まさかもう持ってるってことないよね。いやー、これはちょっとまずいやつでは。これ右往左往してるだけで終わりそうなんだけど、この体験のプレイ時間が。未発見アイテムありっていうところって、もしかしたらまだ解けてない謎とかもその扱いになるのかな。謎解いたらアイテム手に入るよね多分。暖炉は？うわ、怪しい。ここに近づいたら声するぞ。なんか声するんだよね、こっちの方から。あやかしのような。あ、ここ壊せるか。なるほど、これとアイテムなくなった。こっちにもアイテムあるんだよな。床落ちそうな感じがするけどね。ここ色々細かく見ていっても、アイテムがあるのってこの向こう側のような気がするんだよな。はっ窓を叩くな。やべえな、時間大丈夫か。もう半分近くが過ぎ去ろうとしているんだけど。いや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 、少しでも進みたいですよ僕。部屋ここで打ち止めっぽいよな。ここにも謎解きがあって、ここなんだっけ。え、台座が緩んでとか なんか書いてない。台座が緩んで石が発生するようになってる。はい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 、オッケーオッケー。形容詞ですね。それこっちだわ。なんか変な目の形していた扉があったからね。ここでしょ。イエスボス、ガッ、これで開けれるね。さあ来い、何でも来い、嫌でも鉄砲でも。はっ、
ちょっとです、あの、それはやめて、虫系もやめて。あ、こ、中に入ってった、体の。男をバラすのは久しぶりだ。なんだこいつ。まずは逆さずに、それから逃げればいいのかな。生きたまま、死んでから、どっちがいい。いや、どうすればいいんだ、誰だ。もう我慢できた。声は可愛いけど。なんかあるか。ボスこれ。チレ。聞いてるかこれ。いけないよね。どうすればいいんだこれ。誰だお前。ホールに飾ってあげる。うわっ。やろうか。もちろん。美味しいじゃない。は？いきなりボス戦に放り込まれたんだけど。倒せんのかなこいつ。どこ？いかん、弾がない。完璧だわ。どこ？おっと？うっざ。どうすりゃいいんだこれ。勝てんのかなこれ。負けイベじゃないよな。そうよ、いいわ。倒せんのかこれ。武器商人からもうちょっと弾買っとけばよかった。ホールに逃げれるかな。それとも行って掴むな。いや、きついだこれ戦闘。あ、戻れないんだ。逃げて逃げて逃げて。やっべ、アイテム全然使っちゃえ。これは、あ、何もないな。おっと、させるか。どこ、来た来た来た。いやいやいや、ひょっとしてナイフどもは有効まであるかもしれないな。こういうやつら相手だったら、虫けらみたいなの。え、なんだろう。あ、でもなんか今ダメージ手応えあったくさい。刺すか。おお、ダメだ、リーチが短い。身から出た旅だったわ。なるほど、強えんだけど。こいつ何者。俺も噛まれてえわ。ダメっすか。やばい、体力減ってきたらこんなエフェクトかかるんだ。その調子よ。あ、自動回復してる。あー、ダメだこれ。控えめに言ってむずない。走れないんだ。隠れられるか。お、マジか。こんなところに行けたのか。もう、この辺りを編集でじっくり読んでみるとして、急いで戦闘しなくてよかったんだ。リソース使い切ったんだけど。時間大丈夫？あと11分。あ、なんかいる、女。いろいろ事情してそうな女がいた。回復アイテムねえかな。もう死ねんぜここは。
鍵かかってるよね、こっち多分。行けない家。うん、ある一定まで体力が自動回復するみたい。走れるぐらいの体力までは。デンジャーだったら走れないけど。今何手に入れた俺。ウィボール何手に入れた、まあ、とりあえず回復アイテム使って作って使っとこう。気持ちいい。いやもう武器の弾薬もないし、もうこれ威嚇にしか使えねえわ。これ何謎解きか。何すればいいんだろう、ここでこれ引っ張ればいいのかな。あ、それとも、あ、つければいいのか。はい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 。あとこちら何かギミックが作動して奥に行けるようになったね。いやー懐中電灯これは怖い。ザコ出てきそうだよね次は。いや残虐ないんだけど俺戦えねー。これ何、なんかちょっとスケベな感じの椅子があるんだけど。チーズチーズ、とりあえず。あ、囚人用のトイレか、牢獄かなんかになってる。部屋一応見ていって、少しもなんか武器がねえか、武器っていうか弾薬がねえか見ていかねえと。ムクロが襲いかかってくるかもしれないから。はっ、俺には戦う余力がない。誰か俺に救いよ。ああちょっと気持ちいい気持ちいい。絶対これできるだろこれにいねえ方がおかしいわ。ザーけやがって。適合とか排気とかって書いてあるね。ここになんか人体実験行われていたとでも言うのだろうか。アイテムの類がないね。怪しい薬品はあるけど。いやいやいや、自分の足音なのか何なのかも何なのかも分からなくなってきてる。お、タル壊せねえのは下船場。もうアイテム欲しいんだけど俺。これは食欲旺盛とかどうのこうの。お、気持ちよさそうな注射器があるわ。牢獄じゃなくて何らかの実験が起こる。ああ家族に迷惑な男。惜しいですねハーブ。できるわ。声する。スクラップ弾作れるか。いやスクラップ A っていうのが足りないってことこれ。なんか左の方からうめき声がするわ。ちょっと待って、一応部屋は全部見ておきたいから。アイテムないな。あと一つこっち。あるあるある。スクラップ A でしょ。弾薬を合成いいですね。とりあえずこれで少し急を要する事態からだね。出せることができ、なんかいる。はい。は？別のところも声したぞ今。しゃがんでるもんこれ。弾は出やすいかな。エイムアシストあんまり効いてないなこれ。なんだこいつ。倒れね。まずいねこれ。戦ってらんねえわ。とっとと行く。こっちか。どこだ。は？あ、回ってきただけだ。どうしようどうしようどうしよう。扉あ。結晶がうまくできない。敵がうねうね動きすぎ。倒した。よし。こば。やばそうなやつが出てきたね。何？うわあ。すべてのリソースを使い切って先へ進むしかない。あ、いけないんだ。
まだいる、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 まだいる。どこだ。やばいやばいやばい。急いで急いで。開けられない家。あ、どっち行けんだ俺。怖え、このゲーム。時間もないんだけど。母さんが仕組みたせいでこんな面倒なこと。ついてきてるような敵。うわ、さっきのやつだ。あー、触んな。カジュアルでやればよかったわ。どっち行けばいいんだよ俺、これ噛むな、触んな。あっぶね。え、どこ。くそ、アイテムあるだろこれ、どっかに。こっちか。これ進行ルートじゃないよね。あ、こっち進行ルートだよね。お前は今晩のメインディッシュ。くそ、まずい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 って。こっちか。お、戻ってきたか。しゃあ、なんとかギリギリクリアまでこぎつけたな。よかったよかった。一時はどうなることかと思ったけど。そしたらトレーラー見てみましょう。同じ映像かな。この前と同じ映像だ。飛ばしていいかなこれ。同じだったらカットするわ。映像同じだったわ。というわけでカットしました。本日プレイしたのはこちらの4月25日17時から翌26日の1時まで配信されているキャッスルだね。そして来週5月2日にはピレッジ&キャッスル。これ時間の振り分けが結構自由にできるみたくて、裏パートを1時間遊ぶか、白パートを1時間遊ぶか、両方30分ずつ遊ぶか、いろいろできるみたい。で、それを経て5月8日に製品版っていう感じだね。製品版もちろん発売日からプレイしていく。ただね、ちょっと今一つね、体にトラブルがちょっと起こっちゃって、1週間ぐらい前から肩が痛くて、痛みが取れないんだよね。こういうのってちょっと初めてで、さすがにこれ以上痛みが効かないよって言ったら病院行かないといけないかもしれない。今回の2回目の体験版に関しては残り時間4分、だいたいショップとかも利用したし、戦闘もしたし、でほぼ結構迷ったおかげでマップとかも見れたんで、残りの4分は使わずにこのまま今日は終了にしましょうか。でその肩の痛みとかもあって、もしかしたら生放送長時間やるだけど体力がないかもしれない。申し訳ないけど、ここ最近トラブル続きで本当に申し訳ありませんが、そういった感じの近況。ただできるだけ生放送でできるようにはなんとか努力しますんで、また遊びに来ていただければありがたいです。これって発売日の0時からプレイできるのかな。一応仕事は休み取ってるんだけどね、8日は。で、それに向けて新しいゲームパッドも新調したいですし、ここから先は、あと、もう2週間切ったのか。バイオハザードビレッジの発売に向けて、いろいろ準備を整えていきたいかなと思ってますので。無論その他のゲームに関しても、いろいろ遊びたいものはありますのでね、またよろしければ遊びに来てもらえれば嬉しいかな。謎解き系に関してはね、実況者は頭が悪いんでコメント欄でアドバイスしていただけると嬉しいですね。はい、では今日はここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。